こんばんは、戦国どうでしょうでございます。さて本日は明治新政府で渋沢栄一が所属した改正係のお話でございます。さてどんなね組織でございましょうか。ってことで本日の本題でございます。さて改正係でございますが、明治2年の11月18日に民部省に設置された部局でございます。その後明治3年の7月10日に大蔵省に移管をされまして、明治4年の7月27日の大蔵省と民部省の再統合の際にね廃止されるまで続いた組織でございますので、2年ちょっとというね短い期間存在していた組織になるわけでございます。渋沢栄一が明治政府に出資する際の条件として、政府に対してですね、有能な若手を集め新しい国づくりのプランを作成するために改正係の設置を求めたため設置されたわけでございます。まあ、いつも取り上げております実験論語諸政団には、私が新政府に仕官して後に大隈博のいわゆる八百万の神々をして神ばかりに計らしめる目的で設けられた、大蔵省の改正係においては私だぞ主としての種々の提案をいたしたものであるが、その精神とするところは、一に古風氏の論語に教えられた恩子知心の義を呈し、明治御神政の運転を円滑ならしめ、いわゆる意思整然たる制度を他点とするにあったのである。改正係において私が発案した種々の改正事業のうちでも最も困難に感じたのは、従来租税が現物すなわち米国で納入せられていた制度を改正して現金で納入せしむるようにいたそうというのにあった。ご一新といえども、私が大蔵省に入った時はまだ租税がすべて米国によって納入せられ、その納入せられた米を官庁が官庁の手で船を偽装し、これに積み込んで東京とか大阪とかの都会まで持ち出し、東京で申せば浅草蔵前の米蔵だとか、また大阪にも大阪で同じく官庁所属の米蔵があって、これに入れ、それから当時札差しと称せられた御用商人に命じて、すべてこれを売りさばかしめ、ようやく現金になったところで初めて国庫に現金が入るという組織であったのである。という感じにですね、地租改正の大変さがね書かれておるわけでございます。その他にも土量庫の統一であったりとか、電信や鉄道の建設、郵便制度の創設、スケ号の廃止、殖産工業の推進、廃藩置県の提言などが実行に移され、戸籍法や地租改正ですね、先ほど取り上げました身分解放令も直ちには実施されなかったものの、大隈伊藤博文に直結した民部大蔵全般の商務を対象とする調査諮問機関として広大な権限を持っていた改正係でございますので、わずか2年間の間に200件もの、ね、企画を立案するなど、日本におけるシンクタンクの先駆け的な存在でございました。ただですね、問題もございました。海外留学の経験のあって欧米の事情に明るい前島ひそか、杉浦常らをチームに加えていくことで、先んじて改革の提言をもたらす改正係の存在をよく思わない人物がいたわけでございます。それが大久保利通でございます。大久保利通は旧幕臣の一層こそが改革への早道と考えておりました。そのため欧米の事情に精通した、つまり海外留学経験のある人物となると、まあ、当然のことながら旧幕府の人間が中心になるのは仕方がないことでございました。そこで大蔵省と民部省が分離する際に、改正係は大蔵省に移されます。さらに栄一は係長を外されてしまうわけでございます。他のメンバーも大蔵、民部、両省内に分散させられるなど、改正係の弱体化が図られていくわけでございます。さらに廃藩置県に伴う改革で、大久保が大蔵卿に就任すると引き換えに、大蔵民部省の再統合が決定された際に大久保によって廃止をされてしまうわけでございます。ちなみになんですが、大久保は栄一のことが好きではなかったようでございますが、当然のことのように栄一もね、また大久保のことは好きではなかったとね、栄一が回想しておるわけでございます。まあそりゃね、ことごとくこうやって潰されていけばね、嫌いになるのも仕方がないかななんてね、思う次第でございます。